はい、皆さんこんにちは、ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、秋山の木、まあ、つづらぶみというふうに読むんですけども、やっていきたいと思います。注意として、古文、漢文ね、教科書によって漢字表記とか、ひらがな表記とかね、いろいろ異なるところがあったりするので、この動画とね、表記が異なる場合は、皆様お持ちの教科書を優先してください。では行きましょう。秋の山見に、とには荒でというふうになってますね。もうこれは、秋の山を見物にということではなくて、という感じですね。この とせがほどという,ふうになってますす年ですこの3年の間、足引きの病ににかかづろいいててとう,ふうになってますね、まあ、病気に悩んでという感じなんですけども、ここ、緑で色を変えているのは問題で出たりするかなと予想している部分なんで注意しといてほしいんですが、足引きのっていうのはですね、これ、山にかかる枕言葉なんですよね。普通よく山の方を使うんですけども、病の山にかけてる感じかなというとこですね。 で、世の渡りも何もはかばかしからぬというね、打ち消しの助動詞図の連帯形を使ってますね。生活のための仕事、なりわいってやつですね。もう何も思い通りにうまくはいかないという感じなんですけども、この当時ですね、筆者である上田明成はですね医、医者ですね、をなりわいにしていたという感じなんですけども、なかなか思い通りにいかなかったと、まあ自分が病気になってたという感じですね。 かかるを、このようなので、という感じです。まあ、ちょっと病気だった自分ということもあるので、昔はですね、昔はです。はい。田島の 木の先の入れ湯に印しみし,しかばという風になってますね。この印ししというのは効果効能ご利益という意味で使う単語ですね。だから、田島っていう地域のね、国にある木の先温泉ですね。木の先温泉の入れ湯に印しし、効果があったということですね。まあ、病気に効くという感じですね。で、鹿。これは過去の助動詞の木の、えー、依然形になりますね。生まる木し鹿の死ですね。だから、過去の話してるんでね。 田島のね、木の先温泉で効き目があったのでという感じになります。こたびもまたおぼし立てるですね。はい。これで話としては20年前に実は投資のため木の先に旅行してるんですよ。で、その20年前にもこのね、木の先で杜氏、まあちょっと温泉使ってゆっくりして体を休めたらその効果があったということなんですよね。だから今回もですね、また思い立ったという感じですね。官僚存続の助動詞の理を使ってます。 ね。管理存続の助動詞の理っていうのは、左辺の未然形、四段の依然形に接続します。左辺の未然形は正四段の依然形と言われたら A の音になるので、どちらにしてもね、A の音に接続するという形になるから、ここはですね、管理存続の縦というふうにね、A の音にくっついてるから、理というふうに取れるという感じですね。今回もまた木の先に行こうと決心したところという感じですね。 尻に立ちてくる人もというふうになってます。後ろからね、沿ってくる人もいるというね。これ実は奥さんなんですよね。妻の玉さんというね、奥さんのことを指します。やってくる人もです。年頃、不幸、寂し、断ればですね。染まったことがあるという感じですね。過去の助動詞の、これもキーの連帯形を使ってます。 長年深く心を寄せていたことがあるのでという感じですね。まあこれもね、健康がちょっと優れずね、当事を希望してたという奥さんも当事したいなというふうに長年言っていたみたいですね。だから夫婦揃ってということですね。共にとて。 というね。一緒にということでですね。母そばの王勢のままに飯つるるなりけりというふうになってます。母そばというのはね、これ何かっていうのが聞かれるかもしれませんが、まあ、お母さんのことですね。で、なりけり。これは、連体形にくっついてるので、断定存在の助動詞のなりですね。で、過去の助動詞のけりを使ってます。なので、母のおっしゃる通りに一緒に連れて行くのであると。 という感じですね。長月の10日余り2日という日、角ですというふうになってますね。旧暦の9月のことですね。これも問題で出る可能性があるから注意しておきましょうね。長月は9月のことです。9月の12日という日、出発するですね。もちろん木の先温泉に向けてという感じです。 親しき友書きの目のもとよりというふうになってますね。親しい友達の妻のもとからですね。この妻というのが何かというとですね、実はこのね、上田明成の歌の弟子に当たるんですよね。その弟子の人から手紙が来ましたよという感じです。明日、なんと、聞こえたもうにぞというふうになってます。まあ明日、出発だということでいらっしゃったがという感じ。たもうというのはね、ここ尊敬語を使ってます。で、 会話の中なんで、喋っている友、友がきの目ですね。奥さんから秋成たちに対する尊敬語という風になりますね。あなた方がですね、明日出発だということでいらっしゃったがという感じです。ゆくにもなく思う玉振るという風になってますね。ここ注意ですね。玉振る。 ってなってますよね普通玉符っていうのは「はひふふへへ,へ,へ」っていう予断活用する尊敬の意味で使うんですけども「ふる」って下りなんですよね。っていうね。 下二段で玉符っていうのを使う場合は実は謙譲語の意味で取るんですよ。だからこれ喋っている友の目から飽きなりたちに対して思い申し上げるという感じですね。思いがけないことに驚いておりますよという感じです。これね、謙譲語の玉符っていうのは謙譲語やから普通は を何々するとか、何々し、申し上げるみたいな訳をつけるんですけども、謙譲語の多毛はね、丁寧語で訳を作っても実は綺麗になります。だから、驚き申し上げるでも、まあ、ここはいいですし、驚いておりますっていう丁寧でもいいかなと思います。訳的にはね。まあ、一応ね、敬語の種類としては、謙譲語というふうに取っとけば OK かなと思います。まあ、このあたりもそういう意味ではね、ちょっと問題に出やすいかなというので、気をつけておいてください。そして、たまぼこの道 もにええにとかっってていう風になってますねこの玉ぼこというのも実は道にかかる枕言葉なので注意しておいてくださいね。これも枕言葉ですね。だからちょいちょい普通の文章の中に枕言葉みたいなものを入れてるという感じかなというとこですね。はい。木の先への道も耐えだえだとかっていうね、非常に困難だという感じですね。おぼつかなささえそいてですね。気がかりなことまで加わってですね。胸つぶるるぞ。 割りなきという風になってます。形状詞のぞ使っているので、割りなしという形容詞が連体形にかかり結びの法則を起こしてますよね。胸が潰れるのがどうしようもないですという感じですね。 で、この後、和歌が出てきますね。朝な言うな。慣れにし君がいでていかば。という風になってますね。慣れというのは、これ、動詞ですね。なるっていうね。連用形になってます。完了の助動詞のにに、過去の助動詞、きがくっついてると。その連体形ですね。慣れにし君がですね。朝夕、親しんできたあなたがですね。旅に出ていったならばという感じです。 何技をして月日過ごさんですね。過ごしましょうかというね、意志とか、まあ、水量でとってもいいかなと思いますが、その後、私はどうやって月日を過ごそうかなという感じの和歌を送ってきました。なんかちょっと、恋人に送る和歌みたいな感じしますよね。まさかの、秋成さん、不倫とかではないですよね。はい、という感じで和歌が送られてきながらですね、まだ、 この手紙は続きます。秋風も糸を身にしむ頃にしもはべればですね。このしは脅威で副助詞になります。しもしぞという形でよく使われるので、しもしぞの死はですね、脅威の副助詞というふうに押さえておけばいいかなと思います。で、このはべれば丁寧ですね。だから目のつま、 友の目から秋なりに対する丁寧語でいいと思います。秋風も非常に身にしみる頃ですので、ですね。意図をよういたわりてですね。もう十二分にお体を大切にし、恩こともなく賢いに至りたまいね、ですね。これは尊敬語ですね。友の目から秋なりに対する尊敬語で、至ってくださいというね、官僚の助動詞使ってますが、命令契口調な感じになっているところですね。 何事もなく、あちらにお付きになってください。というね、あちら、賢というのはもちろん木の先のことを指しております。この厚声たるものですね。このたるは官僚存続のたりですね。これ何かっていうと、厚く膨らんだ着物なんですけども、これね、綿が入っているあったかい着物のことを指してるんですよ。 意図あ、荒ら,あらしげなれどですね。非常に粗末ではあるが、っていうね。まあ、だからちょっとボロボロなんですが、という感じやね。山里の朝酔いですね。山里の朝や晩を、しのがせたまわんにはとてなん、って書いてますね。ここ、尊敬語を使ってます。友の名から秋なりですね。寒さをしのぐですね。おしのぎになる師匠のあなたが、 寒さをおしのぎになるという感じですね。そしてこのむんはですね、家庭で使ったらいいかなと思います。これね、後ろに助詞とか転学ついてるときは、このむん、助動詞のむはね、家庭で取ることが大体多いかなというとこですね。はい。なので、しのぎなさるようならば役に立つだろうと思ってお送りしますというね。まあちょっ と省略されている部分の言葉っていうのを補った形になってますが、こうやってね、友の目から手紙が送られてきました。まあ、歌の弟子ということもあってね、和歌も入れてきたんでしょうね。 と聞こえ聞、聞こえ聞こえしにというふうになってます。過去の助動詞のね、気を使ってますけども、行ってきたので、まあ、和歌を返すという感じですね。情けある、人の心を尽くしにしきというふうになってますね。思いやりのある人の心を尽くした尽くしのにしきという感じになってるね。 なのでここ、つくしにしきというのが、つくしという地域を表す言葉と、つくしというね、動詞、掛け言葉になっているという感じですね。人の心をつくしたつくしにしきという感じです。 身に添えいかば寒けくもあらじという感じになってますね。ここは打消し水量の字ですね。身に添えて行くならば寒い思いをすることもないだろうという感じになりますね。解釈としては。だからありがたく頂戴するという感じでしょうね。うべしも。 天の羽衣と盾祭り塗るわという風になってますね。ここはね、問題で出そうだなと思うので、要チェックしといてくださいね。まず、盾祭りですけども、これね、謙譲語ではなくて、尊敬語ですね。えー、着るとか、飲むく、乗る着るっていう言葉は、イる、盾祭る、尊敬語で使うことがあるので、注意が必要ですね。作者から、これを着ていた友の目に対する尊敬語ですね。天の羽衣だと、 召していたまあ、お気に、うんなんていうの、えー、着なさっていたという感じですね。で、官僚の助動詞使ってます。本当に時義よく、このね、くださった方、奥さんが、天の羽衣としてお召しになったものだよという感じになりますね。だから、天の羽衣っていうのは、さっきのね、えー、あった あったかい綿入れの着物のことを指してる。上下というのはね、まあ本当に時義よくみたいな言葉の意味になります。で、あったかいね、この傍観できるね、着物も手に入れたので、志すところなんですね、形状詞。山陰の国にてですね、行こうと志すところは、山陰の国、山陰の国ということですね。糸糸を寒きところなりける。 断定の助動詞なりですね。名詞にくっついてるなりはもうほぼ断定でいいと思います。で、過去の助動詞の蹴りを使ってる。係り結びの法則でね、えー、これ、連帯形に変わってますね。非常に寒いところだったと。妻の海面、いかに眺む乱ですね。現在数量。妻の海岸をどのように眺めているのだろうか。 とか明石の泊まりはさぞって書いてますが、このね、スマとか赤石というのが出てきたら、古文の世界の人たちにとっては、あの、源氏物語の有名な継承地なんですよね。源氏物語で光る源氏が流されたのがスマ、赤石なので、やっぱりね、兵庫県の方に行くとどうしても、この光る源氏のいた、スマや赤石というものが出てきます。 明石の船着き場はさぞ風情があるだろう、などと、誰レ,レも羨み聞こえるにぞっていうふうに書いてますね。誰も誰も羨み申し上げるのでというふうになっている。で、この謙譲語なんですけども、作者が使ってるんですけどね、羨む。まあ、いろんな人たちが羨んでいる。誰をかっていうと、その妻の近くに行く人たちをっていうふうに謙譲語でなってるんじゃないかなと思います。まあ、もしかしたらちょっとここ学校によっては違う。 かもしれません。まず、かのあたり、へつつ、いかばやですね。このばやは、修女子で、事故の願望という意味になります。だから、行きたいというふうに解釈すれば、OK ですね。まず、そのあたり、すまや、あかしですね。を経由して、行きたいと思って、西を目指すという感じになります。本当ならね、木の先っていうのは、兵庫県のもう上の方、北の方にあるので、北の方に向かっていかないといけないんですけども、まあちょっと、まあせっかくね、えー、足を伸ばしてというか、 感じなんでしょうね兵庫県の方まで来たから妻やい明かの方も見てから行こうという感じなのかな、えー、草の枕のおかしきはというふうになってますね草の枕というのは草を枕にするという旅のことを指しますだから旅っていうのは趣深いな面白いなというふうに言ってるわけですね 足シア川、まさに兵庫県ですね。足シアという地域のあたりになるんですが、足シア川の松陰にしばし降りてですね。足シア川の松陰にしばらくの間ね、降りて座って、土、久保カナルに小石を積みてこの葉。 っていう風になってますね。小石を積んで、この葉や松笠打ちくべつつ、茶を煮て遊ぶっていう風になってますね。ちょっとなんか不税な感じしてますよね。ちょっとお茶でも入れようかっていうね。若干くぼんだところがあって、そこにね、いろいろ小石を積んで、この葉とかね、松笠をバーって持ってきて、火をつけて、お茶を入れてるというね。なかなか不税な感じしますね。をる、毛振りをさくる。 という句の心したりですね。これは官僚の助動詞なんですけども、これ何かっていうとね、鶴、煙をさくるというね、漢詞があるんですよね。えー、四句の内容も面白がったという感じなんですが、このね、漢詞を作ったのは宋の詩人でギアという人になります。の漢詞をね、実は踏まえた表現なんですよ。鶴がね、こう庭でこうお茶を立てようと思ったら、その煙にふわーって鶴も逃げちゃうよっていう感じの意味らしいんですけども、 そういう内容の監視があるので、ちょっとその監視がふわっと頭に浮かんだよ、みたいな感じかな。賢くも、小め一つは持たせたりけりというふうになってますね。完了の助動詞たり、過去の助動詞けりですね。気が利いたことに小さな茶瓶一つは持たせていた。 という感じですね。まあ、なんとドラえもんみたいなんかおったんかなって感じしますけどもね。えー、気が利きますね。足の屋の天野拓飛のそれかとて、言うてね、ここ和歌が来てます。足小屋、まあちょっと粗末な小屋にね、住むという感じですが、天野拓飛がそれかなと思って、 ですね。道行き人も、杉ぎがてにみんですね。このがてにっていう表現は、不可能の意味で取ってあげれば OK です。だからここもね、ちょっと問題で出そうだなと思うので、がてにっていうのは、できかねてみたいな感じの役を押さえておいてください。道を行く人も、通り過ぎられず、見るのだろうという感じですね。まあこれ、石というより、水量かな。ごめんなさい。水量で取った方が綺麗ですね。 日高けれど、住吉の里に宿りぬですね。官僚の助動詞のぬです。まだ日は高いけれど、住吉の里に宿泊したという感じになりますね。住吉なんでね、まだ妻や赤石の方までは近づいてるけども、ついてないという感じです。妻の裏伝いする今日は、海の つら、なごやかに、海の面かななごやかにっていうようになってますね。スマの海岸、やっと着きましたね。次の日かなスマの海岸沿いに旅をする今日は、海面も非常に穏やかで。桃船の行き交い。これ読み方ねえ。問題で出そうなんで注意しておいてください。桃船の行き交い。仮ゴモの内乱れつつですね。たくさんの船が行き交い、入り乱れていますよと。 そして、渚さには、釣り誇りて遊ぶを見ればですね。渚さでは人々がね、釣りの腕を自慢して楽しんでると。まあ、すって言ったら、だからもうみんな釣りしてるんですよ。今もね、スマンの海釣り公園っていうのがあるんですけども、そこでね、えー、釣りをしてると。 で、俺の方がすげえ、俺の方がすげえ魚つったし、言うてみんながやり合ってるってことですね。この磯山松の色もですね。この磯辺にある山の松の色もですね。人々の真鯖も一つ緑になるですね。緑である。断定の女として使ってます。人々の目も一つになって緑であるのはっていうね。だからみんなの目が緑ってどういうことやろうって感じしますよね。松の色が緑っていうのはわかるけどね。みんなの目も緑って のはどういうことでしょう、うん、財ある人も口とずるあたりをですね自分の才能のある人も絶句してしまうあたりの様子をという感じですだからこのね口とずるっていうのはもう何とも言えないぐらい素晴らしい風景だってことですねその風景というのはまいてうちいずべうもあらずです これは不可能で取ったら綺麗だと思うので、助動しべし、可能の意味で取ってあらず、ここで打ち消しですね。まして、私が自分を口に出すこともできないという感じです。で、この連れたる人、だから奥さんですね。この連れている人、存続で取る方が綺麗ね。古いにしえ、光源氏の君ですね。この連れている人、私の妻が、昔、光源氏の君が、 罪なくて、さすらえたまいしですね。これは尊敬語を使ってますね。だから、奥さんから光源氏に対しての尊敬語ですね。 で、過去の助動詞の木の連体形、しです。せまるきしのしですね。という後は、いずくぞっていうね。罪もなく、さすらになさったという後はどこですかっていう。いや、ヒカルはもう罪まみれな気もしますけどね。まあ、この辺がだから風情ですよね。スマやアカシに来るとどうしてもね、ヒカルが京都から追放されてやってきたっていうお話があるんですけど、スマ、アカシの巻のとこでね。そのあたりのことをちょっとふわーっと表現してるわけですね。 一体どこなんですかね光源氏たちがうろうろしたのはって光源氏はねえ、現実の世界の人じゃないので、いないんですけども、物語の中の話なんですけどね。というちょっと不税な、ちょっと、ね、面白い感じの会話をしてると。 身の日の高潮とって書いてますが、これ何かっていうとね、3月最初の、えー、身の日の払いを行った時に遭遇した暴風雨ってなってるんですけども、これ何かって言ったら、源氏物語の内容なんですよ。日軽源氏がこうね、払いを行ったんですね。で、その時にもう本当に暴風雨がブワーって吹いて、なかなか船が出港しな、しんひんかったっていう感じの話があるんですけど、そういう源氏物語の話をちょっとね、 解説というか、セリフの中に入れてるわけですね。この海の荒れたるにこそっていう風になってますね。荒れたっていうね、官僚の助動詞の谷です。この海が荒れたのだろうというね、実際光源氏が遭遇したあの暴風雨、今目の前に広がっているこの海が荒れたのでしょうねっていう風に、ちょっと物語のセリフを使いながら面白く説明してると。 今日の庭よきにはですね今日の海面が非常に穏やかな時にはみたいですね去ることいかでかと覚えるそのようなことはどうして起こったのかと思われるがって書いてますがこの去ることっていうのは一体何を指しますかというふうになると突然暴風雨で海が荒れるというね海が今非常に穏やかですから穏やかな海を見てたら本当にそんなに荒れたのかしらというふうに思うってことですね かかるところにも、年月、年次、すぐさせ、けんよ、というふうになってますね。まあこれ、尊敬でしょうね。光源氏がお過ごしになった、というね。で、過去水量の助動詞の、けむ、ですね。このようなところにも、年月を耐え忍んで過ごされたのだろうよ、というね。まあ光源氏がさもいたかのような感じの発言をしてると。など、うち、うめき、悲しがる、というね。ため息をついて悲しがっていますよ。 といいう感じのお話ですはい、なので、今回の秋山の木に関して、つづら文の話なんですけども、結構長い文章なんですけども、僕が気になるのはこの辺りまでなのかなというところになります。上田明成がですね、妻を連れて、城、え、崎、ー、温泉に行こうとしている中で、妻あるいは明石っていうところに寄ってから行こうと思いながら、えー、話としては、妻明石の方まで行ってるという内容ですね。 で、あとは、序盤にね、弟子から、こう、和歌を送られてきたので、その和歌に対する変化をしているという感じのお話でした。えー、それがですね、えー、このあたりの和歌になってくるという感じですね。朝の夕な、慣れにしきみがいでていかば、何技をして月日過ごさん、というね、弟子から送られてきた和歌に対して、情けある人の心を尽くしにしき、身に添えゆかば、さめけくもあらじという変化をしたという感じです。 はい。ということで、秋山の木について、つづら文の中からですね、解説していきました。皆さんの定期テストの参考になればね、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、テスト勉強頑張って古文はエンタメたイバイバイテスト頑張ってね。